皆さんこんにちは、テレニアです。今日は妊娠出産でかかったお金を発表したいと思います。妊娠が発覚して最初に産婦人科行ってから産むまで退院するまでのお金ですね。たくさんかかりましたよたくさんかかりました。愛久病院で産んだんですね。芝浦、港区芝浦にある愛久病院で産みました。セミオープンシステムっていうのを使いました。セミオープンシステムっていうのは、妊娠35週までは他の小さな病院で見てもらって、で出産が近づいたら愛久病院に通って、で出産も愛久病院でやるっていうものです。まあ本当は全部愛久病院でやった方が安かったんですけど、そっちの方が安かったっていうことも知らずにやってたんですけど、セミオープンのメリットっていうのはずっと同じ先生に見てもらえるので安心というか、ずっと赤ちゃんの成長を見届けてもらうことができるとか、待ち時間が少ないとか、じっくり見てもらえる、診察時間が長いので、まあ、エコーもじっくり見てもらって、あ、赤ちゃんこんな顔してますね、お父さんにかな、お母さんにかなみたいな話をゆっくりすることができるっていうのがメリットですね。逆に言うと愛久病院最初から行くと毎回違う先生だし、最低限の赤ちゃん元気かなっていうのを見るくらいしかできないっていうデメリットがあるみたいです。愛久の方が高いイメージがあったんですけど、実際はセミオープンの方が高くなりました。最初通ってたのは広尾の駅の近くの、まあ、愛久クリニックじゃない、他の個人の産婦人科です。ということで、費用を発表します。港区在住なので検診から助成があったんですね。ちょっといくら助成されてるのかよくわかんないんですけど、明細に書いてなかったので、愛久の場合は書いてありました。マイナス5000円とかが多かったかな、多分それくらいだと思います。私の場合、出産前の通院は全部で19回ありました。そのうち愛久に通ったのは6回。特別なハプニング、切迫早産とかはなかったんですけど、妊娠5週結構早い時から通ってたのと、実際に生まれたのも遅めで妊娠40週まで通ってたので多かったですね。多い方だと思います。ハプニングない割には多い方だったと思います。ちなみに検診の助成があるのは14回分で、予定日超過した場合は足りなくなります。最後は高かったですね。でその時々によっていろんな検査とかするんですけど、特別な検査がない時は私のところは基本9800円でした。助成を使って9800円ですね。なんですけど愛久の場合だと同じような内容で2930円、すごい差ですよね。差が大きい。最初に通ってた方は毎回 4D エコーがあったので、その分もデフォルトでついてくるって感じでした。ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、通院のトータルが282,295円、約28万円です。これは区の助成金を使った後の金額です。スクリーニング検査の費用も含んであります。出生前診断が10万円くらいかかったので、それを抜きにしたら18万くらいということになります。今話したのが通院ですね。産む前で、出産と入院のトータルが120,2880円でした。120万ですよ。120万、昨日計算してびっくりしました。100万くらいは行くっていうのは想定通りだったんですけど、この約120万のうち20万円が分娩予約金で、あと麻酔も使ったので麻酔分娩の費用が20万円で、個室利用しなかったんですよ。私4人部屋にずっといました。個室だと高くなるんですね。1泊につき2万から7万円かかるんですね。で4人部屋結構きついっていうのをネットで読んでたので、まあ、試してみてきつそうだったら途中から個室にしようかなって思ってたんですけど、まあ、意外と大丈夫だったので、そこはずっと個室でやります、通しました。大学時代ずっと2人部屋の寮に住んでたからですかね。
たまたま空いてたのもありますね。最初4人いたけど次の日くらいからずっと2人部屋になってたので、うん、ラッキーでした。相部屋で120万ですからね、結構個室の人はもっとすごいと思います。トータルが120万ってすごい高いんですけど、ここから国の出産一時金が引かれます。出産一時金42万円引かれます。これを引くと78万2880円、まあまあしますね。でさらに費用が42万円を超える場合、港区から追加で31万円まで助成されるんですね。これが重要で、これのために港区に引っ越してきたと言っても過言ではないくらい重視してたものですね。まあ、今31万円なんですけど、私が引っ越してくる前というかついこの前までは18万円だったんですよ。ただそれが最近改正されて31万円っていうので本当にラッキー。港区引っ越してきてよかった。これから出産考えている方はね、引っ越してくるといいと思います。でこれをね引くと、国のやつと一緒に引くと47万2880円です。ただこの女性は港区に1年以上住んでないといけないんですよ。適用されないんですね。で私まだ1年経ってないんですよ。でダメかなって一瞬思うんですけど、この女性は出産から1年後まで申請できるので、1年経ってから申請すればいいということで、妊娠が引っ越してから、妊娠が発覚してから引っ越してもう間に合うんですね。なんでこれ超おすすめです。保育園も最近増えて入りやすくなってきてるみたいなんで、すごくおすすめです。まとめると、通院で約28万、出産入院で約47万円、で通院から全て合わせると75万5175円、助成全部使って約75万円です。まあ、思ってたよりは安いですけど、来ないはやっぱ高いみたいです。高いですけど病院選びは満足してます。通院してたところは高かったですけど、成長過程をよく見ることができました。 4D エコーも見れて同じ顔するんですよね。本当に 4D エコーって生まれてきた赤ちゃんと同じ顔してたので、次妊娠した時もぜひやりたいなと思ってるし、同じところ通いたいなとちょっと思ってます。アイクはね、豪華なわけでもないし、ご飯もあまり評判が良くないんですよね。私にとっては味が薄くて最初は物足りなかったんですけど、だんだん美味しく感じてきました。毎回食事が楽しみになってました。いつの間にか母乳指導がスパルタなのも噂で聞いてたんですけど、それが嫌だなって思ってたんですけど、意外とそんな厳しくなくて、ミルク利用するのも結構寛容だったし、母乳の与え方もすごいしっかり教えてくださったので、すぐにはね吸ってもらえなかったですけど、今ではねすっかり母乳たくさんあげられるようになったので、本当に良かったなと思ってます。愛育病院はもうとにかく都内で麻酔分娩を24時間いつでもできるっていうのがとにかく一番のメリット。愛育病院選ぶ理由はそれです。それだけです。24時間できる病院は少ないんですよね。昼はできるけど夜はできないとかあるので、こんないつ陣痛が来るかわからないのにって感じですけど、アイクは自然な、ね、陣痛を待ってから分娩できるのもいいかなと思ってます。収入が極端に変わらなければね、産院の方も同じところ選ぶかなと思ってます。まあ、少子高齢化のためにはね、もうちょっと国の支援があってもいいかなと思いますけど、全然満足してます今のところ。高い買い物ですけど、赤ちゃんなんでね、プライスレスですね。ということで、
妊娠出産に関するお金の話でした。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。